会的议员、信联议员，他有派来参加了这次的活动，所以他也会给大家简单的致辞。你好，你好，私は宮崎県議会の日体友好議員連盟の会長をしています。吉原浩六と申します。大家好，我是信联透，是议会的议员，然后我是那个日台议员友好联盟会的会长。宮崎県にこの議員連盟ができたのは平成8年ですから、もう22年前にできました。然后这个联盟会成立已经有，是22年了，成立22年。今特にですね、台湾、特に新竹県とは去年の2月に宮崎県と交流協定を結びました。然后去年我们2月的时候跟新竹县已经签订了协议，就是宫崎县和新竹县交流协定。そして公園市とは昨年の10月に交流協定を結びました。然后去年的10月是跟桃园市签订了交流协定。特に私はですね、8年前から新竹県の小学生の子どもたちと野球の交流を始めています。然后8年前我就已经跟新竹那方面的一些小学生他们有一些棒球上面的交流。来月の7月の25日から4日間新竹県の子どもたちが小学生、中学生合わせて60名、そして、指導者とお父さん、お母さん74名で134名、この都城に来て野球の交流をしてもらいます。然后下个月7月25号开始4天的时间会欢迎一些新竹的小学、中学的小朋友还有他们的父母来到我们都城市这边做一些棒球的交流，总共是大概134位。そういうことでいろんな交流を始めてまして、特に宮崎県はですね、牛肉の日本一というのになってまして、昨年の9月、から、台湾でも牛肉の解禁になりました。宮崎牛食べていただいたでしょうか。然后，我们跟台湾也有很多不同方面的交流。去年九月开始就是和牛解禁，所以我们宫崎县的和牛也出口到了台湾。不知道大家有没有吃过我们日本第一的宫崎？就是烧酒、アルコール、烧酒も日本一です。烧酒也是日本第一。そしてキャビア。ジャパンキャビアというのがあるんですが、キャビアもですね、宮崎は有名です。然后宫崎县的鱼子酱也是很有名的。そして皆さんが今回北陸ということで見えてますが、宮崎県は杉の素材生産量27年連続で日本一の木材県です。然后各位这次来是关于一些沐浴方面的交流，所以我们。宫崎县来对了，因为我们是27年连续沙漠生产第一的县市。ぜひ宮崎でですね、いろんなことを経験していただいて、台湾と宮崎との交流がですね、さらに深まるようにお願いをいたします。我希望这次大家这次旅程可以体验不同的东西，然后让我们台湾跟宫崎双方的那个交流能够更深一层。もう一点だけ、今の子どもたちとの交流、あるいは合唱団とか経済交流とかしてるんですが、もう一つですね、今考えているのは私は宮崎の男性と台湾の女性との交流の場が作れないかな、まあ、そういうことを考えています。然后我们除了有合唱团的交流还是经济方面的交流，我其实最近在想说我们可不可以去做一种是我们宫崎县的这边的男士和台湾那边的女士有多一点交流。ぜひよろしくお願いいたします。请多多指教。ありがとうございました。谢谢。